QC の丹波です。ただいまのプレーについて説明します。ランダウン中に京田選手がセカンドベースを踏んでいました。それについて中日側よりリクエストがあり確認した結果、踏んでいたことを確認したので、ランダウン中にホームで、ツーアウト目が成立で、セカンドもう最初にセカンドで、ツーアウト目が成立で、ホームのタッグプレーでスリーアウト目が成立で試合終了です。いや、それとベンチ先生、帰んない。どんどんベンチが帰ってくる。